れでいけそうかな。これでいいかな。これいけるいける。
ける、いける。できた。こんな感じ。はい、おしまい。何を作ろう。さーてと、ここは自分で。よし、まとまった。うん、レシピに変なところはなさそう。あ、竜の砂時計に時のくさびね。さすがはフリクセル親子ね。いやいや、師匠のおかげですよ。師匠、本当にいつもありがとうございます。あらやだ、改まっちゃって。そんなの師匠なんだから当然でしょ。ほら、頑張って調合しちゃいなさいな。はい、すごく難しい調合になるけど。ん？ステアのために絶対に成功させないとね。勢いでやり遂げてしまう、そういうところとっても尊敬。そうかな。早速、あ、竜の砂時計を使っ、こらこら、向こうの世界で何が起きるか分かっ、確かに。そうそう、しっかり準備を。はい、絶対に失敗。できたの？はい、バッチリです。よろしい。
それじゃあ行きましょうか。うん、いざ平行世界のスティアを助けに。よし、できた。新しいアルケミリドル、これさえ、これきっと過去を変えられる。スティアと一緒に暮らせる世界を作る。もう私には無理だけど、私の経験、私の知識だから、お願い、任せたから。なんだろう、釜がごぼ…うわっ！うわっ！どういうこと？私がいる？あ、ここ…アトリエ？ええ、そうね。ちょっと拍子抜けな気もする。え、スティアっていうか、あなたは一体。ちょっと、わあ、ごめんごめん。あなたのスティアを。え、ああ、なるほど。そっか、これが私なのか。いやいや、そんなことないよ。ああ、そっか。リドル、気に入ってくれた？私が気に入るようにワクワクする仕掛けたくさん仕込んだんだけど。とっても楽しみながらね。そのおかげでスティアは助けられた。この世界のスティアのことも。そうね、そっか。それじゃあお願い。成長した私、どうか。もちろん。自己修復機能を使ってペルスガラクセンがほ…でもスティアは制御装置といって…なるほど。ということは記憶が失われている。そっか、簡単な話だよ。消えちゃった記憶を取り戻す道具。は？いやいや、そんなことできたら苦労しない。はあ、きっと大丈夫。それはそうかもし…よし、ちょっと考えをまとめて。それじゃあもう一人の私、それまで少しだけ待っててね。え、あ、行っちゃった。でも本当になんとかなるの？ねえ、スティア。うん。今は…自分で。何を作ろうかな。ビビッとくるな。これで平気？ぐるぐる混ぜて完成。こんな感じ。はい、おしまい。何を作る？よいしょっと。
作ろうかな。ビビッとくるのは、だな。失った記憶を取り戻すなんてやばい道具をパパッと思いついちまうなんて。うん、基本的な考え方はメモリーコアと同じだからね。それを改良するだけだから難しくはないよ。それに材料もね。ん？それは
ビントシュトーネの跳ね会？うん、実は今回の調合にはこれがいるんだ。なるほど、やつ。うん、あー、ここは素直にビントシュトーネに感謝してデストアコアの調合パパッとやっちゃうよ。どこに向かうんだい？ここに行くんだね。それじゃ、ルルアちゃん、ルルアちゃん、はい、パイあげる。お母さんのパイだ。これでどう？この道具を届けて平行世界のスティアも救ってみせるんだから。
これがレストアコア。そうそう、これさえあればきっとスティアの記憶を取り戻せるはず。そっかそっかありがとね、ルル。二人とも自分の名前を呼ぶのに全然抵抗がなくなってるわね。まあルルアらしいというか、なんと。よし、それじゃあ行こうか、ルルア。うん、もちろん。それじゃあよろしくね、ルルア。
中身はなんだ。装置と一体化して休止状態にあるみたい。どうす、そんなの決まっ、無理やりにでも叩き起こす。オペレットフォースリブート、コードスティア・フェルス・ガラクシア。リブートプログレスシーケンス1。いい、ルルア、やることは私の時と同じよ。目を覚ますくらい。うん、ごく。シーケンス
ました。重複行動。重複者を敵対対象とみなし、排除します。オペレート。ステア、しまった。私が二人いることを。え？大丈夫。やることは変わらないわ。ルルは？な、うん、もちろん。排除対象を確認。戦闘行動開始。攻撃行動継続。排
解除。もうダメ。補充。さーて、どこに行こうかな。新版の赴くままに。行き先はあった。行くの？
先は